川崎駅近くを通る旧東海道は、江戸時代に本陣や旅籠が軒を並べた川崎宿があったところ。川崎宿の外れ八丁縄手駅近くには、江戸を後に故郷に旅立つ松尾芭蕉が弟子たちに詠んだ句碑があります。麦の穂を頼りにつかむ別れかな。芭蕉の句碑近くに、当時の情景や別れの心境に思いを馳せる芭蕉ポケットパークがオープン。ここでは川崎宿を散策する人たちの休憩場所となっているほか、芭蕉との別れの際に弟子たちが詠んだ句も紹介されています。皆さんも江戸時代に東海道の宿場としてにぎわった川崎宿を歩いて、当時の歴史を感じてみてはいかがでしょうか。